ちなみに僕らが観測できる宇宙というのは、このようにマイクロ背景放射による写真で表すことができます。結構見たことある人も多いと思います。この範囲はビッグバンが起きてから138億年以内の宇宙であり、これより外に何かがあっても観測ができません。しかも難しいのが、宇宙は光の速度よりも速く空間が膨張しているというところです。そのため現在見えている光でも膨張によって見えなくなっていく可能性は高いそうです。膨張が光速より速いというわけなので、実際の観測できる宇宙の広さは138億光年ではなく、なんと920億光年だとされています。そして光の速度には限りがあるので、観測可能な宇宙の境界線より外側は理論的に確認できない別世界の領域なわけです。なんで宇宙が膨張しているかがわかるのかというと、それは観測によって確認されているからです。観測では宇宙の銀河同士の距離がどんどん離れていっていることがわかっています。空間そのものが膨張しているわけですね。これをハッブルの法則と言います。ちなみになぜビッグバンが起こったかわかるのかというのも観測によって確認されているからです。現状確認できている最初の星、一番星は135億年前の星だそうです。